はい、それでは問題見ていきましょう。ボイラーの給水系統装置について誤っているものは次のうちどれか。ディフューザーポンプは羽根車の周辺に案内バネのある遠心ポンプで、高圧のボイラーには多段ディフューザーポンプが用いられる。渦巻きポンプは羽根車の周辺に案内バネのない遠心ポンプで、一般に低圧のボイラーに用いられる。インゼクタは蒸気の噴射力を利用して給水するものである。給水逆止め弁にはアングル弁または玉形弁が用いられる。給水内管は一般に長い導管に多数の穴を開けたもので、交換に多数の穴を設けたもので、銅または蒸気ドラム内の安全低水面よりもやや下方に取り付けられる。はい、この中で誤っている選択肢があります。考えてみてください。どれでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。答えはですね、こちらですね。給水逆止め弁にはアングル弁または玉形弁が用いられる。はい、逆止め弁ですよね。はい、これは、スイング弁とかリフト弁ですね。はい、弁の形が違いますと。このアングル弁とか玉形弁も、まあ、別のところでよくですね、聞かれますので、どんなものか、どんな特徴を持っていて、どういうふうに使われるかよく覚えておいてください。それからですね、給水系統装置といえばここですね。ディフューザーポンプの、ここ羽根車のあるやつ、渦巻きポンプの羽根車のない、まあ、ここも非常によく聞かれはしますね。今回はこれが正しかった、ね、ここ注意して読んでもあれこうだなって、ここじゃなかった、ここ聞いてきたって、なかなかですね、こうちょっと変化球かなと僕的には思うんですけども、まあ、こういったところも聞いてきます。まあ、逆にこの辺のややこしいことじゃなくて、読めばわかるみたいなね、アングル弁じゃ逆止めになんねえじゃねえかみたいなね、こんなところを聞いてきてくれてるので、むしろこれはボーナス問題なんじゃないかっていう気がしないでもないですけども、はい、まあこういうところでした。というわけで、今回はボイラーの給水系統装置についてでした。